真の安らぎはこの世になくマイナス新仮面ライダー SHOCKERSIDE-2、初代仮面ライダーのリブート作品。スタンリーが生み出した初代スパイダーマンの基本設定はそのままに、現代風にリブートしたやつが今の映画スパイダーマンだという感じの仮面ライダー版。と言ってもよほどの特撮マニアじゃないと初代仮面ライダーって何ぬねのってことになるから説明すると、ワルの秘密組織ショッカーが、藤岡弘を拉致して、魔改造してショッカーの中ボスみたいな感じになるようにバッタの DNA を入れて仮面ライダーを作った。そうしたらその仮面ライダーが脱走して、単身悪の組織のショッカーと戦うみたいなストーリーが初代仮面ライダーです。この漫画はその設定を現代風にアレンジしてて、ショッカーは秘密組織でフリーメイソンみたいな感じ。そいつらは世界をより良くしようってことで秘密裏にバイオショックのラクチャーみたく DNA を魔改造しまくっていて、そこにたまたま主人公の父親も参加して、主人公がショッカーに魔改造されるみたいな感じ。初代仮面ライダーだと、その辺はサクッと、魔改造されましたって感じで終わるってすぐにバトルシーンが入るんだけど、このリブート版は、ショッカーが秘密結社になった理由とか、主人公が学校でいじめにあってといった胸くそを丁寧に描くことで物語に深みを足そうという試みが入っている漫画、ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よ。